デートでもしましょうか。ついてこれますか。何を持ってきちゃ。失ったものはまた探し出せばいい。デートでもしましょうか。そう、また私。デートでもしましょうか。私はたくさん。デートでもしましょうか。かつての知恵と激ライデン・メイ、お前、殉職するかと思ったぞ。お前自身が話してただろ？それで、状況はどうだ？千号とは戦ったわ。本当か？お前、道理で奴が現れた時、サクラがすぐに私を隅の方に連れて行ったんだな。あいつはずっとあんな感じかと思ってたが、本気で怒り出すと普段よりずっと恐ろしいようだ。でもお前が出発する前から聞きたかったんだが、万が一お前が勝っていたらどうしてたんだ。それは考えすぎよ。少なくとも今は彼の相手にはならないわ。けど私も似たような想像したことがある。もし本当にそうだとしたらそれでもいいわ。何せ私もあなたもあの顔に拳で触れたかったでしょ。触れるって随分と婉曲的な表現だな。それで戦いの結果はどうなったんだ。彼の力は十分恐ろしい。またこうしてあなたと会えたのは仲裁してくれた人がいたからよ。あいつを止めたのか？誰がそんなことを。エリシアか？いいえ、アポニアよ。やっと姿を現したのか。でも事態には何の変化もなかった。あの予言の真偽はまだ検証できてないし、彼女についてもわからないまま。たとえエリシアがそう言ってたとしても、お前は奴の予知能力を疑ってるんだな。他に選択肢はないから。それにもう一つ。渡りガラス、あなたが楽園を出た時にあった違和感に気づいてるんでしょ？その通りだ。意識の空間からホールに戻るとき、無重力状態になる。しかも、数秒間も気絶した状態になった時もあった。ええ。でもアポニアが私を指針の書から出したとき、そんなことは一回もなかったわ。まばたきの隙に、かなり深いエリアからここに戻ってきたかのようだった。クラインが行った強制終了も、パルドが私たちをここに戻した時に使ったスキルも、そんなことはできなかった。イニシエの楽園に対して、アポニアが特殊な何かを持ってると疑ってるのか？ええ。けどそれが一体何なのか。今はまだわからない。その件を追及するつもりはないわ。彼女が全ては決まってると思ってるのなら、
その日になったらまた対応するわ。元の計画通り、本当の意味で指針の書に入る方法を探す。というより、アポニアの邪魔がなかったらあそこに入れたはずだけど。とにかく、やるべきことがある。もう時間を無駄にするわけにはいかないわ。諦めがいいんだな。幸運を祈るぞ。私の協力が必要だったら言ってくれ。協力するかどうかは別だが。何せ、名お嬢様が助けを求める時の顔なんて、なかなか見られないはずだからな。そうだろ？デートでもしましょうか。エリシアからの。デートでもしましょうか。加速しますよ。エリシア。デートでもしましょうか。確かにここには過去の。デートでもしましょうか。加速しますよ。自分の道を選ぶ。で、では、君はメビウスのために来たのかい？彼女が引き起こした事件は、すでに過去のことだ。それは、あなたたちでさえ成功しないとわかる計画だよ。スー、あなたがいる限り、そのことについて、この古の楽園に間違いはないはず。では、君はまた、ここに対してもう一度、干渉をするつもりなのかい？それは明らかに余計なことだよ。君もそろそろ他人のいさめに耳を傾けるべきだと思う。アポニア、その試みをやめるんだ。僕たちは共に楽園をこういった形で存在させた。だから、僕は彼らよりも確信できるんだ。君も僕も何でもできるわけではないと。未来は未来に返すべきだ。スー、私たちの間にはやっぱりかすかな違いが存在する。それは事実だよ。精神感知型として僕たちの資質には雲泥の差がある。しかし、楽園に対する君の支配力はあまりにも異常だ。ここを造作した時に多くの力を注いだ。それだけで説明がつくほどの事態ではない。僕が気を失った後のことだろう。君の独断で行ったんだね。古の楽園が落成する前、最後の一歩で、君は何を残した？やはり、スー、あなたの目はごまかせない。でもね、
私たちが共にここを落成させたわけではない。私がこの古の楽園なの。待って、私に何か用？そこに立っててくれればいいから。その、あなたのために絵を描きたいの。9年どうして？私に会った後継者はみんなそういう絵を持ってる。誰かにエコひいきはしたくない。わかったわ。何をすればいい？あなたは一時的に私になるつもりよね。うん、それが唯一の方法だから。何か話してみて。怖いの？怖いなんてどうして？私の絵を気に入らない人が多いから。私とは関係ない。彼らは怯えてるだけだってコズマが言ってた。自分の心に怯えてるってことかしら。そんなに時間がかからないなら、もう一度自分の心に向き合うことになっても気にしないわ。コズマのように自身の闇を従わせる機会をもらえるのなら、楽園での大きな収穫になるかもしれないから。でもグレーシュの絵はプラスになったものは一度もないの？プラスになる？つまり現実での絵でも楽園の中の造物でも、今まで私の知ってる限りほとんどはマイナスな影響を与え、もしくは直接怪物として現れてる。逆の場合はないの？うん、あまり。会ったのはメビウスおばさんとエリシアちゃんだけ。メビウスおばさん？ええ、彼女の心の怪物は彼女自身が作り出したから、絵を使う必要はないの。それは理にかなってるわ。それでエリシア、同じ呼び方はしなくていいのよね？いいの。彼女のために描いた絵は空白しかないから。どうして？それって彼女の心に影が一つも存在してないってこと？わからない。彼女は自分の考えを隠さず全部見せてるからかもしれない。もしくは私が彼女の心に入れないからかもしれない。さ、メイさん、もう十分よ。もういいの？あなたが私に似てきたなんてまだそう感じてないけど。時間がないから一つずつ見せられないわ。デートでもしましょうか。どう？デートでもしましょうか。ついてこれますか？確かにここ。デートでもしましょうか。まるでお姉ちゃん。デートでもしましょうか。
僕はメビウスとは違う。ここで会えば少しは気分がいいかな、メイ。どうしたの？話したくないの？自分を殺すと言い放った相手に対して私はかなり自制できている方だと思うわよ。それは必然的に起こることだから常に考えなくてもいいよ。必然的、その言葉が好きなようね。ああ、今でもそれを疑っているの？それもそうね。メイらしい、ここを出ることも選べるはず。でもあなたも気づいているでしょ？現実に戻ったとしても結末の到来は避けられない。認知によって古の楽園が成り立っているなら、現実の存在が入ってきた時、精神感知型の能力者は相手の脳に影響を与えられるんでしょ？ただスーにそういう意図がなかったから今まで気づかなかったけれど。いいえ、精神感知型はそれほど恐ろしくないよ、メイ。どれほど並外れた能力でも、持ち主がこの世を去った時、全ては消えてなくなる。たとえ記憶がここに保存されたとしても結果は変わらない。でも戒律には少し予想外のことがあった。もう少し分かりやすく言ってもらえる？はじめは誰もが戒律は一種の束縛で、思考に侵入する能力と何の違いもなく、ただその効果が少し強いだけだと思っていた。少しって謙虚すぎるんじゃないかしら。その話をした人はみんなできれば相手をしたくないような態度だったけど。多分彼らが避けようとしているのは私だけかもしれない。私はそれを暗示の能力として使い、人々の行為を制限しようとした。道徳を守るためにね。だけど私が無意識に使っていた戒律に隠された本質は、メイ博士が深く研究を重ねてくれたおかげでようやく発見された。戒律とは与えたものの意思を伝え、それと同時に与えられたものの欲望を察し、それを実現させようとするものだった。実現させるってどういう意味？それを知っているなら命に隠したりしない。けど、おかしいでしょ？彼らはこう語ったのかもしれない。アポニアは最強の精神感知型の融合戦士だと。しかし、事実上、私は自身の力を推測することしかできない。とにかく、私の予言を疑っているなら、10日目に古の楽園を出ることも賢明な判断だと思う。けど私にはわかる。あなたはそうしないでしょう。こんにちは、グレーシュ。しばらくぶりね。
どう？何かかけたの？いいえ、全然。道理で。まだ私のままのようね。私の心の中も何もなかったの？いいえ、違う。どう書けばいいかわからないの。あなたは他の人と違う。まだ律者の心境を書いたことがないから。もっと時間が必要なの？多分。あなたは今までにない古の楽園の来訪者だから、今までにない官僚じゃないとダメかもしれない。できればあなたと関わりがあるものがいいけど、見つからないの。今までにない、しかも私と関わりがある。確かに難しいわね。私も探してみるわ。本当に？ええ、本当に。うん、わかった。つまりないってことだと思っていいよね。私のことが信じられないの？そういうわけじゃないけど、よく言われるの。コズマやメビウスおばさんに、彼らがその言葉を口にするときは、だいたい叶わないの。グレーシュ、あなただけの絵を楽しみにしてるの？まだ描けないけど、素材はよくわかるの。それは、あなたの見たいものじゃないかもしれない。いいのよ。グレーシュの気分で書けばいいと思うわ。私は願っていないことをたくさんしてきたから、今日のような姿になってしまった。現状に満足してるの？全然。あなたは私よりも早くそれを理解したのかもしれないわね。せっかく質問してくれたんだし、答えましょう。次は我慢しなくて済むように。私は今日まで我慢してきたんだと思うわ。そうなんだ。じゃあきっとアプニアお母さんと仲良くできるね。デートでもしましょうか。ついてこれますか？ねえ。加速しますよ。デートでもしましょうか。加速しますよ。私のほんのさ。デートでもしましょうか。真相の。デートでもしましょうか。肉体は所詮あなたはどのビルビー？知り合いにそんな挨拶の仕方をするなんてなかなかユニークだね。あなた、あ、いえ、
あなたたちに対してそれは必要なマナーだと思うんだけど。それは光栄だね。でもどうしていつも私がここを出ようとした時に来るの？そんなに私のショーが好きだった？あ、ここのエンジンオイルは本当にきつい。それはふと思い出したの。初めてあなたに会った時、私にこう質問した。戒律を受けたかどうか。その態度も意味深長だった。あなたならそれに関することをよく知ってると思ったから。信憑性の高い説を耳にしたの。それは束縛を除いて相手の願いに逆らわず従うと。ほう、誰かが君に神音の話をしたんだ。それもそうだね。劣化版とはいえ、被験者の潜在意識によりコントロールできない変化が現れる。君は戒律に対抗する方法を探してる？君はまだ、いや違う、君が抗おうとしている相手は彼女だね。あなたの目つきを見ると、それは暗示なんて簡単なものじゃなさそうね。はあ、一つ質問させてもらうよ。君の願いは何？え？すぐには答えられないよね。それが普通だよ。人の願いは数文字でまとめられないでしょ？多くの人たちは自分の欲しいものすら分かってないしね。というか、多くの状況で人々は自ら自分の本当に欲しいものを諦める。利害得失を考えるんだよ。それが正しいやり方だから。求めても手に入らない、なんて、人生によくあることさ。私たちはそういう風に生きているからね。何らかの力によって欲望に向かって無理やり駆り出された時、その連鎖反応は想像もできないものになる。それは前例があったようね。あなたたちがそれほど恐れる前例が。それは、私を信じて。知らない方がいいよ。恐れるほどよりかわいそうになる。でも一つだけきちんと覚えた方がいい。精神が体に与える影響は君の想像よりずっと強いから。デートでもしましょうか。あれ？デートでもしましょうか。加速しますよ。私の時代。デートでもしましょうか。加速しますよ。逆境を。デートでもしましょうか。進み続けましょう。デートでもしましょうか。
さくら、あなたが持ってる武器の中で簡単に抜いてはならない刀があるって以前話してくれたわよね。これが戒律の一部だって。その通りじゃ。けどそれは一体何を意味するの？戒律は実体として存在しないはずじゃないの。ゆえにその一部じゃ。メイ殿、汝が目にした二本の刀にはそれぞれ異なる用途がある。一本は崩壊に、一本は人類自身に向けるものじゃ。わらわにとってそれは必要な措置。多くの状況で立場を忘れるなとわらわに教えてくれる。簡単に抜きたくないのは人類に向ける方なのよね。ああ、メイ殿、毒葉にいたわらわは強いられたかどうか、結果が正しいかどうかにかかわらずそうせざるを得なかったことがある。そのことに関しては戒律のため詳しく語ることはできぬ。徹底的に封じ込められているからじゃ。そしてこの刀を抜くたびにその記憶の一部が再現される。意図が分かりやすいわね。ああ、同胞に刀を向けるたびにわらわが向き合うのは一時的な利害特筆ではなく、記憶の再現による倍のプレッシャーじゃ。他の人たちほど拒んでるわけじゃないみたいね。他の者たちの経歴を知らぬゆえ彼らを代表して何かを語る資格はないが、わらわにとって戒律はそれほど恐ろしいものではない。束縛という形を通してそれは確実にわらわを守っておる。そうではないか。じゃあ他の英傑にも似たような経験はあるの？少ないの。しかし己の力で戒律から逃れた例もあるぞ。戒律から逃れた？エリシアなの？いえ、スーの話によると彼女は戒律を受けたことすらないのよね。ビルビーじゃ。彼女は戒律を受けたその部分の思考を永遠に隠した。思い代価とはいえそれが唯一の方法でもある。従来の手段で似たようなことはできぬ。それでメイ殿、汝が何か確認したいというのなら。この場所では彼女本人にしか聞けぬことがある。デートでもしましょうか。ついてこれ。ここだけの。デートでもしましょうか。私の時代は。デートでもしましょうか。加速しますよ。親愛な。デートでもしましょうか。
楽園での旅の最後を迎えても何も得られない可能性がある。しかしその前に、楽園は君に選択する機会を与える。デートでもしましょうか。うん、またね、グレイシュ。早く欲しいものを手に入れることを願ってるよ。じゃあ。おや、昔と変わらないね。不吉だ。メイさん、ずっとそこにいるよね。どうして近くに来ないの？私はグレイシュとバイバイするのが一番嫌いなんだ。あの子は別れを言うのが好きじゃなくてね。彼女は、もう一度会えるとは限らないのに、またねなんて嘘みたいだって思ってるから。確かに、彼女は特別だと思うわ。だからさっきはここに近づかなかったんだね。いいえ、できるだけ彼女に近づかないようにと、エリシアとコズマに忠告されたのよ。彼女は私の影響を受けやすいから。ほう？というと、あの二人は君のことを悪い女だと思ってるのかな？私に言わせてもらえば、そもそもそんな必要はないよ。一時的な影響が何？グレイシュはそう簡単に変わる子じゃない。自身の材質がそれほど強靭でなくても、少なくとも君は信じていいと思うよ。アポニアの庇護をね。アポニアの庇護？え？そうか。君が知ってるならそれほど慎重にはなってないかな。厳密に言うと、グレイシュの心と外の世界との間には薄いベールのようなものがあるんだ。他の人たちも同じよ。そういう感性的な認知の話をしてるわけじゃない。戒律？でも、彼女から何か与えられたような痕跡はなかったわ。当然だよ。何せ、あれもグレイシュ自身の願いだから。説明が難しいから、ある種の閉ざす行為だと理解しても構わないよ。真空の中の孤島みたいに、外に影響を与えることも、受けることもなく、自己満足できるんだ。それはいつのことだったの？それはよく覚えてないな。ほら、もう5万年以上も前のことだよ。改めて伝えた方がいいかしら？あなたが記憶体だと。君って冷たすぎるんじゃない？もう少しリアリティを味わわせてくれてもよくない？本当によく覚えてないんだ。かなり前のことだったから。デートでもしましょうか。デートでもしましょうか。自分の道を選ぶ。デートでもしましょうか。僕はメビウ。デートでもしましょうか。ついてこれますか。
この世代の人ライデン・メイ、別れを告げに来た。ここに長く滞在してたからな。ハイヘビにお呼ばれされてしまったんだ。私でないといけない任務なんだとか。あいつの態度はお前にも想像できるだろ？ええ、じゃあまた。それだけか？なら、行ってらっしゃい。まさかこれも予言だと思ってないだろうな。今日が10日目だ。そっちの状況はどうなってる？いろんなことを知ったけれど、予言自体に関してはまだそれを否定できる決定的な証拠はない。それに、アポニアの言う運命が嘘だとしても、戒律と精神感知型の特殊性だけで彼女はその予言を現実にすることができる。だから私はその根源と向き合うことにしたの。指針の書に入る方法を見つけたのか？ええ、そして今出発しようとしてるところよ。私も一緒に行った方がいいか？いいえ、あなたは現実に残って安全を確保して、そしてそのまま私がこれから見るものを見届けてほしいの。最悪の場合、その一戦の後、私の精神は消えてしまうかもしれない。だけど、もし私が彼女の予知を完全に信じた場合、有利な情報が一つ得られる。アポニアが確認できるのは結果のみで、その過程は含まれない。無事では済まないと知ってたとしても、欲しい情報を手に入れられるかどうか、その決定権は私自身にある。だから、情報を記録する人が必要なの。そして。それを仲間に渡してほしい。それとも、タイミングを見てお前を助けてほしいのか？難しいことだって分かってる。だから、決定権はあなたにあるわ。分かった。ところで、クラインには言わないのか？楽園のことなら彼女は私よりずっと詳しいだろ？彼女には別の頼み事があるから。ある顔料をグレーシュにプレゼントするって彼女と約束したの。私とは関係があるけど今まで見たことのない顔料をね。できる限りのことはした。これが今日までに私が思いついた唯一の答えよ。スーにお願いしたの。私が初めて古の楽園に入った律者なら、これは十分特殊だと思うわ。そこまでして、あの子を失望させたくないのか？もっといい答えがあったかもしれない。けど、万が一のために。そろそろ出発しないと。ではまた。私、成功するといいんだけど。できればもっと話してほしかったがな。デートでもしましょうか？加速。私の告知。デートでもしましょうか？ついてこれますか？
芸術は。デートでもしましょうか。ついてこれますか。強い力は デートでもしましょうか。ルールに縛られ、ちょうどよかった。こういう時できれば比較的普通のあなたと話したかったから。ビリビー、あなたに用があるの。普通、それは私にとってあまり褒め言葉じゃないんだけど。でも少し驚いたよ。もっと人を驚かせる方法を伝授しようかな。あなたが私の旅の終点よ、ビルビー。こう言った方がずっといいと思う。あなたに確認したいことがいくつかあるの。おや、どうして私？ここに自由に他人の心を作れる人がいるなら、戒律の影響を振り切った人に聞いた方が岐路に立たずに済むと思ったから。それは光栄だね。でも君は人の傷口を広げてるんだよ。私はかなり重い代価を支払ったんだ。一人の自分を殺すのは他人が思うほど簡単じゃないよ。ごめんなさい。そこまでしなくてもいいよ。そんなかしこまった態度を取られるとこっちが気まずくなるというか。英傑って面倒だね。昔なら簡単にあしらうこともできたのに。それで何を聞きたいの？今になってようやく古の楽園の本質をより深く理解できたわ。認識によって構築された空間、英傑たちにはそれぞれそれをベースにした自分自身のエリアがあるようね。それは彼らの個人的な記憶を保管する場所。本人たちの許可がない場合中に入ることはできない。メビウスの手術室、グレーシュのアトリエ、アポニアの指針の書、どれもそういう場所だったわ。ふむ、君の判断は正しいし、別に秘密というわけでもないからね。でも許可に関して絶対というわけではないでしょ。確かにエリシアはメビウスとグレーシュの領域に入れるように手伝ってくれたけど、相手がアポニアだと彼女もそれができないみたいなの。原因はまだわからないけど、古の楽園においてアポニアは確かに特殊な存在だわ。それに関してコメントを控えさせてもらうよ。それで？でも指針の書がアポニアの記憶だと確認した後にある疑問が生まれたの。仮に指針の書が別の英傑にとっても大切な記憶として存在してるなら、異なる二つの主観的な認識は互いに交錯するの？それともそれぞれ独立するのかしら？答えは見つけたの？かなり前から見つけていたけれど、今の今までその答えを使う機会がなかったわ。火を追う蛾の暗面はそれぞれの主観的な記憶によって構築されているから、つなぎ合わす時に矛盾が生じることもあるとケビンが教えてくれたの。だから前者の方が正しかった。そして指針の書の記憶をつなぎ合わせたのは一人だけじゃない。おや、君は彼から役に立つ情報を得られたんだね。さすがだ。
その言葉が指針の書につながる鍵、そしてその扉はあなたよ、ビリビ。ふむ、それが私のところに来た本当の理由だね。というより、一番重要な理由かな。その通りよ。指針の書の施工者さん。アポニアの記憶がそれを構築する中で、絶対的な主導権を握っていたとしても、あなたは、あなたの認知は、交わらないわけがないわ。それは私が許可を得ずとも、中に入ることができる鍵よ。もちろん、人は変わるものだ。ケビンを見ればわかるよ。それで？君は私を告発しようとしてる？おかしいな。どういうことだろう。本当に君が自分で考えて出した結論なの？おや。すごい！君を見直したよ！雷の律者。いや、断りの律者の方が君に向いてるって言われたことはない？その通り。英傑たちの記憶空間が互いにつながって、ここを構築しているというのなら、私とアポニアの間にあるつながりは、指針の書だよ。でも、君もあそこの外縁エリアに到達したことがあるよね。まさか、ああいう聖堂のような景色が私の主観によるものだと思わないよね。確かに私は、君があそこに行くことに協力できるけど、その後は管轄外だから。まだお礼を言わないで。本当に協力したいけど、今回は違うよ。君も知ってるように、これは認知の間に橋を架けるのと同じこと。つまり、そういうやり方で指針の書に行く場合、君は私の思考の海を通らないといけないの。私は何の警戒もなく、君に私の心を全部見せないといけない。立場が逆なら、君は、他人に協力するという理由で、そこまでするの？私はエリシアじゃないんだよ。取引をしよう、雷の律者。完全な私と、完全なあなたと交換するんだ。私の認知を通った時、君は私の考えを全部目にする。私の最も言いたくない秘密もね。だけど、君も何の警戒もせず、
同じように心を私に見せるの。そんなにあっさりと？もう少し考えないの？ふむ。それと言っておくけど、確かに私は君をあそこに向かわせることができるけど、そこから出す手段はないよ。だから、分かってるよね。そう疑わないでよ。メイさん、正直になる機会は目の前にある。自分で見に行けばわかるよ。それに、私より、君は別の誰かを疑ってる。そうでしょ？何度も言ったけど、そういうことに興味はない。学者を呼ぶとき、毎回相手を間違えるのをやめてほしい、指揮者。おや、そうだったの？私から見て、二人は同じだけどね。しかし、二つの人格を間違えるとは、砂糖と塩に違いはないと言ってるみたいだよ。ありえない。だが、それが私。狂気と混沌に満ちたビルビー。来訪者、私たちを助けて。芸術は現実。エリのことを上手。
この岐路は踏み込むべきではない、メイ。つまり私が見たあの日は結局来てしまったということだね。では最後にもう一度、私の行為を許してほしい。私はあなたに本当の戒律を与えなければならない。私の時代は終わったけど、確かにここには過去の真相が。異物がしぼんだとしても、己が踏み間違えたことに気づかないの？では友人までもがあなたの元を離れたら、その妄念は消えてなくなるの？
時に足を止めて。ここには過去の死。戻りなさい。あなたは自分自身の運命に深入りするべきではない。かつての私もあなたと同じように運命の糸に動かされていることを信じたくなかった。でも私の見たもの、得たものは結局なくなってしまった。私は今のあなたのように一人ぼっちになった。雷鳴の時、こどかし。行きましょう、こどかし。君の力はまだ完全に確定。戦うな。
私に服従しなさい。ライデン・メイ、もう十分だ。ここで立ち止まりなさい。まだ最後の境界線を越えていない。私が引導を渡す前に戻るチャンスはまだある。この地に足を踏み入れた者はあらゆる希望をなくす。戒めはここで終わりにする。ライデン・メイ、一体何があなた様をそれほど無様な結末に落としたの。やはり私の苦心を理解できないの？私たちを守ってくれるのはむしろ制約の方。人々は全貌を知らないまま生きていく。未知に対する渇望は一つの時代を終わらせた。あなたにはその道をたどってほしくないの。なんて適切な表現なのでしょう。あなたは鷹のように高く飛んで星々の間に巣を築く。でも私はあなたを落とさないといけない。私がそうすると知りながらどうして危険な真似をするの？勇気と決心を持って己が認めない
あらゆるものに全力で抗う。なんという精神。まるで人類自身のように偉大で、人類の行為のように何の意味もない。残念だけどメイ、私はやはりがっかりした。私は運命が見える唯一のもの、それと抗える唯一のものでもある。それ以外の者たちがその運命に抗うと思い込んでいる行為は、知らないうちに運命に従っているだけ。ただあなた様なら楽園に変化をもたらすと思っていたけど、事実は真逆だった。だから私はああいう探りを終わらせた。あなた様を正しい道へと送る前に、その過ちを指摘しなければならない。運命が見える、その中に隠さなければならない部分があるけど、それは嘘ではない。あの光景を見せられないのが残念。でもあなた様の運命は今日この地で終わりを告げる。それは確かだよ。というよりあなた様と私の運命は、交錯し始めた後どちらも途絶えた。その後の方向は何も見えない。あるのは沈黙だけ。原因がわからないから私は気になった。気になったから私は中に入ることを選び、この瞬間に答えを得た。そうでもない。メイの存在を抹消するか、あるいは古の楽園を抹消する。後者は私だけができる。けどまだそうしなければならない理由がない。メイ、運命はここまで進んだ。他に選択肢はないよ。それがまだ言い出せてなかった。もう一つの過ちだよメイ。あなたの知っているように、最初私は運命を変えようとした。でも失敗した。運命は避けられなかった。その後私は戒律で人々を変え、彼らの行く道を変えようとした。でも失敗した。人間の本性は変わらなかった。最後私は人類を隔絶した個体にしようとした。互いに影響せず、たとえ結末は避けられないとしても幸せになれると思ったんだ。でも失敗した。人類は孤独に耐えられなかった。あの時私はあらゆる希望を諦めた。あなた様と同じように私は何も変えられなかった。でもねメイ、あなた様も生死の狭間をさまよい、それでも理解しなかった。あの瞬間が来る時、人間は生死を諦め悟る。
その通り。死が訪れる前、私はあることを思いついた。可能性がないから試すこともしなかった。ある方向を、もしもある世界で私が天地となり運命自体になったら、私はまたあの頃のように無力になると思う。あなたね。さあ、すべては決まった。とはいえ、それでも私はあなた様のために祈る。最後のチャンス、戻りなさい。役に立たない好奇心を抑えなさい。知識を求めること自体傲慢である。垣根を乗り越え未知に向かった人たち、その結末は壮絶だった。愛する者を抱きしめよう。空を見上げる必要はない。星々は冷たく、触れられないほど遠い。運命は変えられない。私たちはそれに従うことしかできない。メイ、踏み間違える行為自体は避けられなかったとしても、どうかより深く落ちないで。結末はやってきた。私も阻止できない。でも少なくともその到来を慈愛に満ちたものに変えられる。メイ、どうしてもそうするというのなら、私がその岐路を完全に断ち切りましょう。強風に私に服従しなさい。その執念でさえ戻れぬ輪なのか。ねえ、これは私が見えない方がいいと思った理由。強風に私に服従しなさい。束縛があなた様の理性を呼び戻せないのなら、私は痛みを与えるしかない。ここにアポニアはいない。私は運命に意志を付与し、そしてその威厳に満ちた美しい名前を手に入れた。雷の律者よ、目を覚ませ。そして救いを手に入れよう。強風に私に服従しなさい。心を蹂躙する、そうだと思うのなら私も潔く認めましょう。あなたの生存のために高潔なものに犠牲になってもらうのは、まずは卑劣さを捨てること。
雷鳴学。クリカラ、ビビたる技。それは一人の律者が洪水の中で抗う醜い姿なの。これらの変更は許されない。強風に私に服従しなさい。じゃあさぞかし私に会いたかっただろうな。すまない、クラインを説得するのに時間がかかった。覚えておいてくれよ、お嬢様。今回のことはつけにしておくからな。吠えなさい、クリカラ。私に服従しなさい。あなたの負けよ、アポニア。私たちは本当に勝負のためにここに来たと思う、メイン。あなたはまだ信じて疑わないの？メイ、ようこそ。身をもって指針の書へ。私はあなたを傷つけないと言ったはずだけど、あなたの前でそんな失態を見せるわけがないでしょう。けどそれは幻覚ではなく本物の未来。今武器を手に私に近づくと、あなたが見たものは再現される。もう一度経験したいというのなら、私は止めたりしない。そう言わないで、メイ。私たちは勝負のためにここに来たわけではない。あれらの布石も
確かに私の予想を超えていた。先ほど空に現れたあの絵はグレーシュによるものでしょう。そういう形であなたの一部を戦闘の中に注ぎ込む。それも計画だったの？ならよかった。私に勝って殺したとしても構わなかったけど、あの子を利用するのならたとえ私の本心あるいはあの子の期待を裏切ることになるとしても、後世のために一人の律者を消すしかない。ほら、そうやってメイが正直に話すことであなたを止めることは簡単になったでしょう。ただの冗談だから、そう緊張しないで。私たちは敵同士ではない。あなたにも分かるはずでしょう。まだ疑っているのは分かっている。私は確かに常人とは異なる才能を持っている。でもメイの考えた通りに、あなたに関する予言は一つの試す行為に過ぎない。結末は近づいている。メイ、どうして踏み入ることにこだわっているか教えてもらえる？あなたにとって結果はさほど大事ではない。昔、同じ言葉を私に話してくれた人がいた。あの時、彼女も同じように何のためらいもなく決められた結末に向かって走っていった。最初から最後まで私は彼女の運命が見えなかった。だから何か転機があった。彼女は私の知らないやり方で私のできないことを成し遂げたのだと思ったけど、あなたも知っているように結末は変わらなかった。あの輝かしい文明も今となってはされきすら残せなかった。いいえ、私はあの人の全てを覚えることにした。神様からいただいたこの才能で、あの人の命が私と交わる瞬間を全て記録し、長い時間の中で
細かく閲覧する。彼女の生き方を、戦い方を。泥の中で進み、茨の冠をかぶり、着飾り、自身の最後の宴に出席する彼女を見た。その人生の中で、私は自身が見逃したことに気づいた。今の私たちのように、あの日彼女は私の前で自身が10日後に死ぬ運命を語った。そして14日後、エデンが彼女のために用意した新しい衣装が完成した。彼女の目には喜びと期待の色があった。16日後にはケビンの誕生日。彼女は歌いながら最後のプレゼントを贈った。そして彼女はあの言葉を口にした。わかるでしょう、メイ。あなたたちは最終的に同じ選択をしたの。未来は変えられなくても、たどり着くまでの過程は自分で決める。感服せずにはいられないけど、そんなどうしようもないことが本当に己の身に起こった時、あなたはまだ平然としてそれを言える。私にはわからないけど、その前に前へと進み続けなさい。私と不確定なことについて語るより、あなたの同類に会うべき。彼女の言ったように、メイは誰も失望させない。あなたはずっと古の楽園の存在意義を、本当の指針の書に守られた秘密を探し求めてきた。第13律者の居場所、そこに行く資格をあなたは持っている。市場というものがある。それだけだよ。私はずっとあなたのような人を待っていた。そして今、私の願いは叶った。行きなさい。彼女はあなたを待っている。どうぞ。肯定的な返答をしたら、英傑に対するあなたの信頼がなくなるかもしれないけど、グレイ氏の代わりに礼を言うことにしましょう。そう、私は最初から最後まで人類に対して悲観的だった。私にとって一部の人間が
世の中から抹消されることは彼らにとって当たり前の結末だから。私はあなたとは違う、メイ。彼女が離れたことは私に家庭の意味を認識させた。だけどかつての私が証明してきたように、人間は変えられない。今でも私は結果を重視している。でもそれは私がみんなに行った解放とは矛盾していない。否定の心で抱擁することも抱擁と変わらない。私が特別なわけでなく、隠していないだけだよ。私にとってヒーローとは、高潔なものでありながら卑劣なもののために命を犠牲にする。自分の守るべき相手の中に憎み憎まれる存在がいると知りながら立ち向かわないといけない。私はヒーローではないから。ただたまに誰もが救われる必要があると、そう信じたい。さあ行きなさい。私がした可能性の話を覚えている？私が保存したあれらの瞬間、ここで唯一伝承される価値があるものは、間もなく再び光明に巡り合うでしょう。ではこの古の楽園も最後の運命を迎えることになる。しばしのお別れをしましょう。私の前で世に存在する造物はない。永劫不滅な何かがあるとすれば、それは私の中に沈んでいる。最後の扉を開けるといい。高潔で純真な魂、ようやくここに来たのね。ではもう一度自己紹介をするわ。火を追うが第2位、神河のエリシア。もう一つの肩書きはすでに分かってるのよね。けど本当の意味で第13律者の前に来た時ね、え気分はどう？自分の運命と向き合うと決めました。